エメルソン・レオンは、ブラジル・サンパウロ州出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはゴールキーパー。現役時代は GK で、ブラジル代表の守護神として活躍。ワールドカップは1970年、1974年、1978年、1986年の4大会で代表となり、 1974年と1978年大会では全試合に出場した。1992年、清水エスパルスの2代目監督として来日。ベルディ・川崎と常に J リーグ、ナビスコカップなどで優勝争いを展開するチームに、育てるもあと一歩のところで優勝を逃した。また、1993年の第2ステージでは優勝争いに加わりに入った。 1994年の第一ステージでは優勝争いに加わり2位に導いたが選手と賄賂を行っていたことが発覚し監督を解任される。1996年後期には V 川崎の監督に就任天皇杯優勝を飾るがリーグ戦の成績不振を理由にその年限りで解任された。天皇杯優勝後の会見で解任されたことに関して不満を示した。 その後2000年にブラジル代表監督に就任したが、翌2001年のコンフェデハイでブラジル国内でプレーする選手中心だったとはいえ、4位に終わったことを受けて解任された。2005年4月、サンパウロ FC 監督としてサンパウロ州選手権優勝。その直後、成績不振を理由に全監督を解任したビッセル神戸の監督就任で実に9年ぶりの J リーグ復帰を果たしたが、成績改善に結びつかず、わずか2ヶ月で退任。7月18日、16年ぶりに、ブラジル SE パルメーラス監督に復帰した。ラモス・ルイは、レオンの清水時代からその戦術を酷評していたが、1996年に、レオンの v 川崎への監督就任が決定すると、 その下でプレーすることにあからさまに拒絶反応を示し、前身の読売時代から長きにわたって在籍していた、V 川崎から京都への移籍を決断した。反面、清水、V 川崎で、レオンの指導を受けた、三浦康都氏はレオンを恩師としたっており、三浦がビッセル神戸で、教科担当の任に就いた際に、レオンを監督として招聘した。伊藤テルエツが、 J1500 試合出場達成時、J リーグアフターゲーム賞に出演した際、最も影響を受けた監督は、という質問に、レオンの名前を挙げている。ありがとうございます。